バージョン 3.6 で追加された秘境、常在の井戸。この水域は全ての汚れを洗い流す地中の海につながるとされている。似たような気配と思いをよりどころにしているのか。今は偉大なる命を蝕んだ多くの獣たちがここに生息している。ここ行こうかなと思いますが、ここから行こうか。まあ、ここはね、下見にさっき来たんだけど、迷うことなく行けて、秘境を解放するためのギミックとかもなかった。ので、まあ、そんなに迷うこともないとは思うんだけど、一応ね。どう言ってたっけ？どう言ったっけ？こっから言ったっけ？上だったっけ？いや、こうだよな。これで普通にいけるんだよな。あったあったあった。これで問題なくたどり着けるので、行こうか。静寂な祭場。かつて西方を守る司祭たちが花海、花海の外に築いた仮住まい。故郷に帰る勇士や異邦の巡礼者は皆その中で再会、なんて思う、臨浴し、汚れを清めなければならなかった。なぜなら、甘露の主の霊廟に入ることが許されるのは、正常無垢な者のみと言われているからだ。正常無垢。このパーティーで行こう。秘境の中はな、行ってみんとわからんから。ちょっと進むパターンのもあればね、敵を倒すだけのもあれば、ギミックを攻略せんとこ、いけんとこもあったり。これ戦うだけっぽいな。おっと。出たぞ。正解。ガチュでいいのかな。だいたい説明文一緒だね。エネルギーブロック。まあ、戦ってみよう。まあ、様子見ながら戦ってみようか。だいたいどんな攻撃パターンで来るのか。私は精神、この件はわかるかい？割と攻撃は単調なのかな？範囲攻撃もあるのか。あ、これか。見切りました。草元素の魔物で、あれは草元素で壊せばいいっていうことでよかったのかな。裁きの雷、難攻不落。やばい、この神のこの柱とその追撃のダメージだけでやってしまいそうな気がする。神々の戦い方。これさっき出てきたやつと一緒か。初
勝利先生の柱ダメージへの追撃としてナヒーダさんとライデン将軍のやつが発動してるっていう。逃げ道はあります。あ、外した。これこそが知恵の伝道。手をつなぎましょう。まあこいつもそんな新しいパターンないよな。天道ここにある。なるほど。まあ強くはないね。でなんか一応戦い方もあのエネルギーブロックを出してきたらそれを破壊してっていうので戦うと有利になりそうだけど、まあ、いちいちそんなこと考えなくても大丈夫そうだったな。という感じでした。どうしようかな。これで引き終わったんで、ウドゥンバラが未だによくわからんな。あれはぼちぼちやって、メインの世界任務、でも進めていきましょうか。眠くなるよな。ちょっと待って、切りが悪いから、ちょっとこの辺を若干うろうろしてから行こう。ここどうなってんだろうね。なんか変な感じになってるね。ちょっと見てみようか。で、アーカイブ切り替えてメインの世界任務を進めてみますかね。毎回でもストーリーやってるときに眠くなるのやばいなぁ。あれなんか避けようがないよなぁ。ノート長。お、あれか。あれなんだ、桜ではない。桜ではないよな。あ、これあれかな？なんだっけ？あれと同じような感じかな？バナラーナにある、あの玉ねぎみたいな。あれ系のやつか？なんか解放するのに一手間いるのかもしれないな。多分何でもないってことはないな、これ。瞳が多分この上にあるな。上ちゃった、あったあった。不思議な花だな。多分なんか解放するんだろうね。そしたら何かしらができるようになる場所っぽいよな。何もなくこれがあるわけないよな。まあまた後々のお楽しみということか。
まあ、メインの世界任務の方では多分ここに行くようになるんだろうな。あ、宝箱あるな。私には無用の長物です。じゃあ切り替えて、うわー、メイン行くかな。ちょっと一回でもコーヒー入れてこようかな。あ、これそうよね。これあるもんね。これをじゃけ多分交換する場所が、あのさっきのでかい木のところ、多分あれなんじゃないんかな。そんな気がするね。まあ、後々分かってくるでしょう。ちょっとコーヒー入れてこよう。